エーテル時代のシュタイナ。皆さん、こんにちは。今回は人間構成体を人生の流れにおいて見ていきたいと思います。そして、特に自我にスポットを当ててみたいと思います。興味のある方はご覧ください。ね で、主体な思想の中では、自我っていうのは、まあ、定時の自我と工事の自我っていう二つに分かれています。定時の自我っていうのは確かに、えー、日本人がよくイメージする我が強いとか、自己中心的とか、厄介な、えー、存在。その工事の自我っていうのはですね、 いろいろなしがらみやとらわれや依存から自らを解放していくようなそういう力動物にはないわけですよね動物っていうのは、えー、アストラル体を持っていて内的な営みっていうのは人間と同じであるわけですよね自由っていうものがないですから神々の力というのかな星々の力というのかなそういう力と まだ純粋に結びついていてる存在たちなんですよね人間の世界には自由っていうものがありますのでまあ善もあれば悪とか罪っていうものもあるっていうそういう考え方が出てくるわけなんです。 人間の自我っていうものはエゴだけじゃないんだっていう。そういうものを自ら解放していく。いろいろなところでバランスをとっていく。いろいろなところで調和をとっていく。そういう自分軸っていうのかな。中心軸っていうか、そういう力が自我。本当の自我なわけですよね。すごくね、 人間性存在そのものを根底からこう肯定するそういう考え方であり力だと思うんですよね。どこか自己中心的でエゴイスティックなものも含んでいるかもしれないけれどもその裏にはより大きな創造的な力があるんだっていうふうに思えたとき自分自身もすごく肯定できる ありとあらゆる人間すべての中にそういう力があるっていうことで自分を含めてすべての人間を肯定する<う>ちょっとねバイオグラフィーワーク的に今回はこのジガンが何をやっているのかっていうそれをね少しお話ししてみたいと思いますえっ、ー、とまずね え、バイオグラフィーワーク的に見ますと、0歳から63歳までを、こう、人生の一つの大きな流れとして捉えます。そして、0歳から21歳までの間が、いわゆる、体の発展、気になります。体って言っても、その、いわゆる肉体だけじゃないんですよね、体は。物質体、そしてエーテル体、 アストラル体っていう3つからなっています。そしてその体の発展期っていうのは自然に発展っていうものがなされていくんですよ。で物質体もエーテル体もアストラル体もあのいろいろやらなくても自然にあ,のある意味発達していくそういう、えー、時期なんですよね。 一応次元の誕生っていう風にされてるのが21歳前後なんですけれどもその後を次元の発展期っていうのがあるって言われてるんですね。でそれが21歳から42歳までの21年間っていう長い時期なんですよ。21歳から28歳までが感覚婚。 でそのあ三の35歳から42歳までが一識婚の発展になるんですで感覚婚っていうのは名前の通り感覚知覚っていうものをこう発展させながらここにこう魂的な力でアプローチしていくで同じように28歳から35歳というのはすごくあの思考力が研ぎ澄まされていく時期なんですね でそれによっててまた自我が発展していくんですで35歳から42歳っていうのは意識婚の時期でこの「意識」っていう言葉がねやっぱり自我意識でもあるんですねだから意識婚っていうのは自我意識婚とも呼べるんですよ。ですのでやっぱり自分っていうものの存在とすごく深く向き合っていく時期になるんですね。この魂の発展期は 自我にとってはね、一種の修行期間って言えると思うんですよね。体の発展期ありますよね。0歳から21歳までの。で、そこのね、時期っていうのは、まだね、自分で、こう、努力を特別な意味でね、やらなくても、まあ、周りのね、大人が助けてくれたり、で、自然にね、持ってきた力が、こう、現れたり、それが体の特徴なんですよ。 で、魂っていうのはね、体と霊のちょうど真ん中なんですよね。だから、半分自然で、半分自分で努力しなきゃいけない時期なんですよ。まあ、21歳まで、いろいろね、周りの大人とか、社会とか、で、自分の持ってきた能力とか、そういうものが、なんとなくこう、自然に出てきて、それで、それに乗っかっていく、それが21歳から終わっていくんですよね。 今まで作ってきたそういうあの人生の土台、一番最初の土台を少しずつね、自分の力でね、自分のものにしていく、そういう時期なんですよね。 まあ、まだ若いですから、周りは助けてくれて、いろいろ、あの、お膳立てもまだしてくれるんですけれども、いろいろな責任を自分で取っていかないといけない。で、結婚したり、その就職したり、子供ができたり、そういろいろな責任が出てくるんですよね。もともと持ってた、その土台っていうものを自分の力で少しずつ作り変えていく。ある意味、創造的な作業だと思うんですよね。 でそれをこうやることで自我の力っていうのは自分軸とも言えますしそういう力がねその後、霊的な発展期に入っていくんですよね。 ですので42歳から63歳までの間の21年間なんですけれども、えー、まず最初が42歳から49歳までの「霊が」の発展で49歳から56歳が「生命霊」の発展そして56歳から63歳までが「霊人の発展」になるんですね。でこのの霊がっていうのは アストラル体が工事に変化したものになるんです。で、その後に来るのが生命霊。エーテル体が工事に発展したもの。そして最後の霊人っていうのが最も高い構成体。物質体が工事に変化したものになるんですよ。ね、重要なね、時期があるんですよね。えそれがね、 えー、49歳なんですでシュタイナーによるとねこの49歳まではね工事の力っていうか目に見えない力が私たちを、えー、無意識的なところですごくバックアップしてくれているっていうんですよ。歳ぐらいいいまではねいろいろな 私たちのこう体とか魂とかそういう力がね、なんとなくね、自分でなんかすごく努力しなくても、えー、バランスを自然にとってくれていた。いわゆる普通の一般的な医学でいう自律神経的なそういう力がうまく、えー、バランスをとってくれていた。いう工事の力が 無意識のところで助けてくれている。そういう力だなっていう私は思うんですよね。その力がですよ。シュタイナーによると49歳ぐらいでもう一気に終わるっていうんですよ。で、私たちはなんかそういう力に取り残されて一人でやっていかないと仕方ないみたいな。で、確かにこの49歳ぐらいから更年期 始まりまりすよね早い人だとでそれからまあどん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 それがまあね人によって違いますけど60歳とかそれぐらいまですごいでそれって本当に今まで体とかがね自然にやってくれていたそういうバランスを取る作業っていうかそれをね自分ね でもやっていいいかないといけない、そうういその霊が生命体霊人っていう工事の構成体は自我が自ら働きかけてアストラル体を変化しエーテル体を変化しそして物質体を変化していくそういう力。 なんですよね、だからやはり更年期障害女性でね更年期障害とコロナウイルスの後遺症というものが重なってしまうとものすごく症状が重くなるっていう話も聞くんですよ。だからそういうところも合わせて自我のすごく大きな試練が来る。で あの、でもそれをね、あの悲劇だと思うのかの一つのチャンスとして受け取って、さらなる発展をしていけるっていうふうに、私たちが考えるのか、<う>私の自我の発展のための、すごい大きなチャンスかもしれないっていうふうに思うと、全然捉え方が違うと思うんですよね。それって、本当にすごく、キリスト衝動的 だと思うんですよね私は人生の中でそういう危機によってキリスト衝動をうちに作っていってそれを発展させていくっていうかそういう力こそもう本当にエイテル界のキリストの理解っていうかその力を体験していることだと思うんですよね。で<す>今回の動画いかがでしたでしょうか 自我の持つ創造的な力を少しでも感じ取っていただけたらいいなと思います。今回も動画最後までご覧くださってありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。さようなら。